どうぞよろしくお願いいたします。吉根京子さんです。皆さん本日はお越しいただきありがとうございます。リナを演じました吉根京子と申します。今日迎えられて少しほっとしています。本日は配信ですが、最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。吉根さん今日すごく素敵な衣装でございますけれどもありがとうございます。ちょっとリナを意識してみました。確かにそうですよね。ちょっと皆さん映画見ると分かると思うんですけど、はい、さらにですね吉根さんちょっとこちらのセットご覧いただけますか。はい、はい、これボディーワークスで行う際に使用するストリングス、うん、糸ですよね、はい、こちらをイメージした会見になっておりますけれどもいかがでしょうか。一気に記憶が蘇りますね。いっぱい引っ張ったなって思います。吉根さんは私は前半ご一緒したんですけど、まあ、とにかくすごくガッツがあって、ずっと踊ってるところがあってね、でもなかなかうまくいかなくてすごいこう悔し涙を流して、でやっぱりできるところまですごく一生懸命やって、もう気づいたらてっぺんとか回ってて、なおも監督はもうまだ取ろうとするから、もうちょっと監督返してあげてくださいって私が言わなきゃいけなかったみたいな、それぐらいこうやっぱり監督に答えようとする吉根さんも素敵だったし、まだまだ吉根さんの魅力を取ってやろうとする監督もやっぱり素晴らしくて、根気が入った映画になっていると思います。頑張ったね。ありがとうございました。吉根さん、悔し涙を流されたんですか？そんなこともありましたね。ありましたね。春っていう娘がおりまして、それがとっても元気で可愛いお子さんでね、で、ずっと面倒を見てらっしゃる姿がすごく印象的でした。もう最後まで。エネルギーも大変だったし、役をやらなきゃいけないのに、そういったところにも周りにも気持ちをこう気配りされて、とても素敵な女優さんです。そして画面ではもういろんな顔を見せていただいたので、とても私は視聴者としてとっても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ここで最後に監督キャストを代表いたしまして吉根京子さんから配信をご覧いただいている皆さんに向けてもメッセージお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。この作品が完成したのを見たときに新たなジャンルの映画が誕生したんだなと思いました。そんな作品のこう重要な役割を任せていただけたことを本当に嬉しく思いますし、改めて、スタッフの皆様、キャストの皆様に心から感謝いたします。個人的なんですが、今回の作品で映画の単独主演が7年ぶりということで、私もネットニュースで知ったんですけど、そうなんだと思って、すごく気合が入っています。大切な作品です。あんまりこういうこと言わないんですけど、本当に気合が入っています。なので劇場にぜひお越しくださいと声を大きく言えないのがすごく心苦しいんですが、少しでも興味を持っていただけたら本当に嬉しく思います。本当に素敵なチームで撮影させていただきました。映像もヘアメイクも衣装も美術も照明も本当に全て美しいです。この思いがたくさんの方に届いたらいいなと思っています。本日はお会いできずに本当に残念でしたが、配信をご覧いただけた皆様、本当にありがとうございました。記者の皆様も本当にありがとうございました。映画アークどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
以上をもちまして配信の皆さんとお別れになりますので、皆さんお立ちいただきまして、最後に配信のご覧いただいている方にお別れしたいと思います。手を振っていただけますか。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。